はい、おはようございます。おはようございます。昨日ぶりですね。そうです、我々は昨日ぶりで、皆さんは半月ぶりぐらいですかね。そうですね、はい、ご了承でございます。先生、マルハン大山店さん、まあ、皆様も、まあ、記憶の新しいかと思うんですけど、あの例のね、大山の奇跡。そうです。私がまあね、バルブレイブをよく打つようになって、動画でいつか万枚出したいなと思ってて、やっと出したという聖地でございます、うん、はい。1月17日と、はい、7の月、まあ、マルハンといえばというところなんですけれども、前回も抽選がすごい悪くて、はい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 、無駄にノムさんが良くて俺が悪くて、うん、でもそれでもバルブレイブ取れたんで、はい、バルブレイブは取れるだろうと。で、ですね、まあ、それプラスもちろんね、あの何も考えずバルブレイブばっかり取ってるだけじゃないんで。あ、そうなんですね。まあ、あのバルブレイブのちょうど向かいにね、多分ベンデッタがあったところにビレッジが入ってるんですけども、あ、なるほど、まあ、なんかビレッジとかも全とかやるかなっていう、まあね、いつも少数台数全部出てるのもあるんで、うん、あ、確かにその辺がなるかなと思いつつ、でもバルブレイブの、まあ、前回と同じく手前に3、4代目ぐらいが入ってたら、まあ、割的に考えてもそっち取った方がいいのかなと。難しいとこっすね、はい、迷いつつ、まあ、抽選受けたいなと。そうっすね、まずはそこっすね。モモさん、はい、いくら持ってきた？3万円昨日5万持ってて2万負けてまんまじゃん。まあ足りるかどうかちょっと分かりませんけど、そうそうそう、うん、まあ、あの最終的には戻ってくると思いたい、はい、ということで今回も行ってみましょう。俺が打とう、お前と俺の金で、俺お前。200万ぐらいいくよ、多分。慣れてる、うん、あ、やっぱすごい多いな。お願いします。チェイス、おお、おおって、おお、いや、まあ、かなりよく感じる。、はい、抽選の結果89万。いや、ドヤーみたいな感じでもないけど、いや、これね、うん、割り切れないから。89万って違う、違う、どういうこと。89万ってあれでしょ、素数。素数だよ、うん、素数派でしたっけ。いや、わかんないけど、なんか適当に今語呂合わせとか考えるじゃん、うん、そういう時何もなくて、あ、素数だなって。ちなみに飲むわ。そう、あの、あ、ちゃんと悪かった、ちゃんと悪かったの意味わかんないですけど、うん、まあ、ということで、はい、まあ、あの一般的にはちょい悪なんですけど、うんうん、まあ、あの前回だから100万円より悪い番号引いて、うん、まあ、バルブレイブの狙いは取れてるんで、そう、まあ、大丈夫でしょうというところ で逆にバルブレイブ以外の、バルブレイブってアライがゆえに怖いからみんな狙わないってなるんですけど、うん、それ以外の機種で、狙えそうなところとかなりそうなところはもう無理だと思うんですよ。だから一般的には狙いで取れない番号だと思うんですけども、はいはいはい、バルブレイブがゆえに取れるんじゃないかなっていう感じですね。なるほど、はい、じゃあ決まっちゃいますね、これ。そうですね、だから逆に行ってビリッジとか相手でもちょっとひよっちゃう、うんうん、だからもう逆にもうバルブレイブかなっていう感じかな。まあまあまあ、みんな期待してますしね、うん、俺含め、はい、期待してます。ミシアルで大山の奇跡第2弾。いやー、あれだね、ちょっと音声トラブルで、はい、ちょっとスタートがかなり遅くなっちゃいましたけれども、はいはいはい、バルブレイブの角さん、668が、あ、2268が取れました。はい、で、あの前回座ったのが2269で、はい、まあ、前回も言ったと思うんですけれども、はい、まあ、この辺りが強いと、はいはいはい、で最近ね、多分ね、ここの角から4台多分、並びで入れたりとかしてます、うんうん、なので、まあ、やっぱりこの辺りが強いという認識で、いいかなと。あの僕のこの左カードが埋まってました。でバイオビレッジも埋まってたんで、うんうん、まあまあ、あの、はい、ノムさん早く、はい、ノムさん、ちょっとね、あの狭いんでノムさん離れたところにいます。そうそうそう、両隣いいですね。両隣がいい。いや、いいっていうのはあれだ、羨ましい。まだあの設定ってなんか何も分かんないけど。なるほどね。右が、うん、200台で、うん、9までクリア。おで左が200台でアキラ出てきてるところなんです。ああ、いいね、うん。最近並びで入れたりもするし、うん、あの、まあ、全然両隣が良かったら多分これもいいと思うけど。あ、じゃあ、うん。いやいや、だから設定まだ分かんないっつってんだろ。あと設定が良くても出るかどうか分かんないから。ああ、それね。まあここでもあれだからね、奇跡を起こす場所だから、ね、とはいえ朝市はまずあいつとの戦いがあるでしょ。そう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 、うん、だからまあ、あいつもね、やっぱね、うん、こうあれからもやっぱりバレバレ打つし、周りとも話してても、うん、まあその決まった動きするわけじゃないから、うんうんうん、微妙だなっていうのは結構多いっす。
だから俺らが最初ここで打った時もさ結果あれだったと思うんだけど、うん、はいはい、それでもさ、うん、結構挙動を見るとそんな決まった動きしてるわけじゃないのよ、はい、200で当たったりもしてるし、そうだからね、まあ、ちょっと早いですけど、今回バルブレーブ会が打ち始めたので、うん、前回満杯の時のコメントでね、うん、結構バルブレーブに関するものをいろいろね、はい、いただいてさ、はい、で、まあ、一個、うん、あこれはと思ったのが、うん、結果的に、うん、間違ってたり、うん、真実と違ったりすることもあるかもだけど、うん、このやっぱ梅谷さんの言ってることを、うん、自分は参考にしてますと、あ、ありがとうございます、一番参考にしてるっていう、はい、人のコメントがあって嬉しいねそれ、うん、で、まあ、その僕もね梅谷君の言うことを 100% 正しいかどうかはさておきなんですけど、うん、はい、結局今の時代やっぱ解析が出揃わないので、うんうん、おそらくバルブライブに関して、うん、絶対に合ってる俺が 100% 正しいって人いないと思う、いないのよ、うん、世の中に、うん、だから結局その中で何を信じていくかっていうところはまあ自分が決めるしかないし、そうですね、まあ、僕言ってること間違ってるかもなと思うこともあるんですよ、そうそう、ただ僕は自分の経験をもとに喋ってるんで、うん、だから例えば僕が変に上振れしたり下振れしたりで何かの感覚がおかしくなってるとしても、うん、少なくとも俺はもうその自分の経験を信じるしかないから、そうそうそう、いろんな話をやっぱりバルブレーブ打ち込んでる人もするんだけど、うん、まあ、チャンスゾーンの設定差がそれほどないかもしれないっていうのは確かにそうなのよ、高設定でももちろん深いところ行くことあるし、うんうん、低設定でも浅いのばっかりのことあるんだけども、うん、じゃあ何でこう判別していくんだって時にやっぱ一番強いって言われてるのはまあドライブ、うん、でただドライブで判別っていうと それって打ち切って勝った負けた別として設定分かりましたっていうだけで、そうだ、ね、実際パッツロー打っていくのって見切っていかなきゃいけないんで、うん、途中でね、まあ、見切るためには、うん、その出玉が大きく出る部分じゃないところで見切っていかないと見切りとは言えないのよ実際問題だから、俺は少なくとも現状しばらくの間は、うん、チャンスゾーンの着方で判別していくというか見切っていくしかないなと思ってます、うんうんうん、俺ってさ、うん、そのあんまりこう設定差がなかったりなさそうなとこ興味なさすぎて、そう、知識が足りてない部分もあってそれは結構言われて反省しましたそれはでもそれでいいんだよ俺はっていう思いもあるよ、うんうんはいはい、まだあるんだけども、うん、それじゃいかんなと思って、うん、一応その書かれてたことのね、うん、先チャンスゾーン中は、あ、はい、弱チャンス名ほぼ確定なんだっていうのとかちゃんとチェックしましたあ、弱地以外は OK なんだって、うん、革命ボーナスの、うん、だから途中でホールドしてて、うん、最終ゲームで、うん、マリエカモっていう演出が出た時にレア役いたら行ったりするっていうのもあるんだっていうのも調べて知りました、はい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 、多分そういうのって、うん、バルブレーブが好きで打ち込んでる人にとったら常識かもしれないんだけど、うん、俺はそういうとこ基本あんま見ないのよね項目を、あ、ラッキー、あとこれについてもあったよね、共闘役、共闘というかボーナス後の引き戻し、あ、そうだね、うんうん、であれもね一回ね、まあ、うん、ちょっと違うんだけど経験したのが、うん、腸まで行かない AT 後で、うん、共闘薬っていうか、まあ、共闘薬を引いて、うん、減らしまくって、うん、チャンスを行ったのよ、はいはいはい、でチャンスゾーン中に、うん、確定って出て、うん、AT に行った、だから引き戻しをそういう風に早く見せる、はいはいはい、チャンスゾーンクリアしたらその引き戻しの権利持ってる場合を出してくるっていうのも自分で経験しました、うん、また。なるほどね、だからすげえバレブレーブ素人の僕が勝手に思ってますけど、うん、共闘薬はこうやってほど引きやすいって、まあ、それはどうだろうはい、300で起きたから結構期待できるから、まあ、200過ぎちゃった、これ朝も200とかで当たってほしいんだけど、あ、ちょっと期待できますよ、野村さん、今300のゾーン初の、うん、大体いるもん、本日初のね、やめろよやめろよ、ほらね、さっき300台、さっき、まあいい出だしでしょ、弱地以外のレア役はもうもらってます、はいらしくないでも確かに知った方が熱くなるんだよ、そりゃそうだよ、うん、俺もどんどん好きになってるからさ、おっ、おいよいよいよ、でもねこれもね、そうちょっとだし俺最近、うん、6打ったのよ、うん、朝一3連続で決戦だった、あだからこの、うん、振り分けで結構違いますよねとも言われるし俺もそう思うんだけど、うんうんうん、結構暴れるやっぱり、はいはいはい、あ、2個だよね、いや1個は2個、うん、そう1個は2個これこの間ノブさんと初めて言った、ノブさんと引いて覚えたの、そう、あ、残り19でもう563枚取れててまたレア役いきました、しかも今日、あ、まああれ、あ、さっき、え、俺マジで過去最高ペースだよ、
こんなことあります？これもこのままいったら1000枚出るぞ革命でいや行きましたよああ今ね、はい、こっちの方が大事だから、うん、このシーン大事なシーンだノムさん世間話してたけどこれもさ確定情報じゃないけど、うん、まあ1500枚ぐらい行くところと、はいはいはい、有力区間切断が厚いからであとは朝市は、うん、その切断が早い可能性があるっていうのも世間でよく言われてるのよ。これ超まで超まで行きたいな俺。行っちゃったらちょっともう朝市一発目のあたりで行ったこと多分ないんだよ俺。大体5万入る人だから。さあ行くよ。あれ島市かな。あ誰か行ってるか、うん、もう行ってた。おさらにもったいないとか思わない。ここで引いたらとか思わない。行くよ。はい、頼む頼む。もういや鉄壁。ちょっと怪しいとか思っちゃうんだよ最初はね。やっぱりなかなか超いかないと。さあまあ引き戻すかもしれないし、引き戻したらいろんな意味で安心で、うん、次がこれが65、はい、次ね行くよ。まあ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 第3だよ大体。おおあったおおいろんな意味で超嬉しい俺的にはあれの可能性はなくなったと思う、うん、俺的にはね。違うという人もいるかもしれないけど、いや期待してなかった。期待してなかったよね俺も期待してなかった。まあまあまああと2回あるからとりあえず。そんなの行くよ決まってんだろ野村さん。あ、まあ、これに関してはちょっとね梅屋が強すぎて強気ってことでしょ。いやもう実績が俺の中でもう連チャンに関して口出すこと何もないんだから。何もない、うん、まあそうだね、うん、ちなみにあれ過去最高連だからねそうだけどさ。いくよ。おいえい、あと1個しびれる。いくぜ。頼む頼む。うわ俺ねこんなうまくいったことないよよっしゃー。うわ早いよ俺たち。早いぜ今日。ちょっと信じられないな。まだいやでもあんま期待しない方がいいよ。まだすぐ終わるかもしれない、まあ、もちろんもちろん。あの10連以下で終わるなんてザラだから行くよ大事なとこ、うん、おいまだ焦るとこじゃないよ。怖い。おい嘘だろ早っ保証プラス1個あんまりだ。ノムさん、はい、俺引き戻しようだぞ。そう引き戻しようってなんだよ。だって上位じゃない。ちょっと違う違うこれ引き戻したよ85分の1一発で引いたの。いや初めてのスピードで引いたのちょっと受けるわあのやりすぎだね前回と、うん、ちょっと今受けたあ今この音いつも勘違いするんだ。いつも勘違いするの10ゲーム短いのよすぐ怖いとこ来んのよ違和感欲しいな、はい、よっしゃ違和感なんていらね。連チャンすればそれでいい。はい1500枚オーバー。あっという間だろ。からの2つ目のドライブ。あドライブじゃない こっからねチャレンジね。あら、あらららら、違和感なし。おい、ちょっとなんかさすがに俺引き戻しようとか言いづらくなってくるんでそんなするかって思うから。やってきてんな。さあもちもちだよ。ええ、あの上で70だからあと2ゲーム。うわ怖いよ、はい、この次です。AT 終了後66ゲーム目の次です。引き戻しの天井。はい残念。ああしょうがない。9連ね。あ101人かなり強いからね、うん、だからこれで来たら100ゲーム台だから、うん、もうすでに A じゃない可能性が高い。あいました。よし100ゲーム台。よしよしよし。107ゲーム100ゲーム台でさっきノブさんと打つときなぜかねチャンスをやたらクリアするんだよなそうだね。リプレイも可能性あるからね。
あ、多分リプレイで言ってるわ。わありがてえありがてえ。よしよしよし、マジかよ。よしよしよし、絶好調じゃん。誰か助けに来て。誰でもいいんだ。お、いいよ。男でも女でも来なくてそのまま行ってもいいんだよ。ああ、おお、あと2回。え、あと1回、あと1回行くよ。よし、よしよし。やるね俺。ちょっとめちゃくちゃ調子いいの。強いな。いやー、しびれた。この音を何回も聞きたいな。さあ、どうなんだい。なるほど。おお。気持ちいいね。うーわ、すーごい回復。うーわ、面白いでしょ。すごい台だな。おお、えちょ、おお、2回連続リーチまで。おい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 。まあ、どっかで、あ、そんなうまくいくわけない。まあね、な、次で終わろう。ママさん、っていう、やりすぎだから次で終わろうぜ。ね、申し訳ない、これは。っていう気持ちと、うん、え、確定しちゃいました。次で終わろうとか言ってたら、終われません。2連続超です。いや、あの、早い、早いから。早いね。回収が早いんだ。すごっ。さあ、ちょっと継続をね、普通にさせるのはね、やっぱあんまできてないじゃん、うん、結果。今のとこね、そこちょっとね、当たり前になってきましょう。まあ、言うても最初のやつが 10? ちょっと黙ってて。すごいな。おい、おー、何これ。保証です、保証。やっぱ無理やり継続したのがわかんかったな。いや、まあでもほら、ノムさん、俺の得意技知ってる。あの、王で引き戻しんだから、ね、引き戻し。3、2、あ、ちょっとずれたな。次だ、次、次だよ。あー、もう終わりか。本当に200台では出てきましたが、はい、果たして、まあ、チャンスゾーン全然クリアできないのが一番負けるやつだから。はい、初めての、はい、出よう。さあ、これ超えてパイロットにいなかったらちょっと怖いね。あ、いたいたいた。ということは、あ、300のゾーンで起きてるから A の可能性激下がり、俺的には OK です。はいはいはい。お、アキラだ、アキラだ、助かるわ。これなんか引いちゃい、あ、お、話が早いよ。うまいな、うまい。もう普通に全部革命に、もう革命って書いちゃう俺、携帯に。はい。余計なこと言うから、うん、まあ決戦もね、盛り上がるからね。ちょっとね、盛り上がるから決戦は。わかるけどさ、決戦はちょっと祈ることが少なすぎる。決戦の方が見た目で分かりやすいじゃん、盛り上がりが。まずだから、え、ちょっと実戦上右側が選ばれやすい。実戦上、いや、実戦上じゃない。オカルトだよ。もう勝ったよこれは、野村さん。あ、右だから。そんなのあるんだ。あるあるある。へえ。さっきだって中だったから次右に決まってんじゃん。いや、あ、びっくりした。なんか決まってんのかね。いやいや、俺のオカルト話すだけで、うん、はい、出よう。まあ残念だけど、まあいいでしょう。で、まあ、最近その俺が一言話した時に聞いたのが、はいはい、決戦だとモードが落ちないんじゃないかっていう話だから、うん、だとするとこれ A じゃないから、うん、まあ、ちょっと安心だね。アキラ、
あ、おーおーおーおお、行くぜー。あ、でもこれ外すともうマイナス切っちゃうの、今620枚だから。いろんな意味で。あ、よしよしよし。ああ、ああ、ね、うわ、嘘、外れだから厳しい。あ、やばい、やばい、おお、やばいよ。あ、リプレイ、いったんじゃん、リプレイ、さすがに。まあ、外すことあるのよ。アキラ、マリエ、アキラを外すのか、俺。じゃあ、なんか気合ってやつ入れてみる。ああ、そうだね。あー、イエイチェスト。あー、これ恥ずかしいやつだ。ノブさん、なんとかして、これ。タイミング言って、そこって言ったら手を下ろすから。チェストいや、マジきつ、これはマジきついよ。チェストってもう言わない。アキラ、マリエ、アキラ外してるよ、俺。あ、マイナス席に突入してます。はい、まあ、そりゃそうでしょう。200台久々に先です。さす無理だわ、これ。いやー、無理だね。なんだこのフラグは。きついね。天井が見えてきましたね。あ、でも140も削ったよ。今飯から戻ってきて、すごい辛いところですけどね。あ、まあまあ、ちょうど飲まれたところ。いやー、アキラ、マリエ、アキラ、サキって外してくそばうまかったね。いつものとんかつ屋が空いてなかったのよね、今日。そうだね、ちょっと縁起を担ぎたかったところだけど。あの、勝手に紹介していいかどうか知らないけど、うん、あの、大山の商店街にある銀線っていうね、とんかつ屋さん、めちゃくちゃうまいんで。まあでもさ、そんなこと考えてもしょうがないんだけどさ、うん、マジでこう、ここまでハマるとアキラとマリエのミスが悔やまれるよね。どうしようもないんだけど、うん、今そういうこと考えちゃいますよ、僕だって。ああ、来たよ、今日初の犬塚。ここに来て、何しに来た。もうしんどいね、まあ、うわ、マジできついな。まあまあ、1300グースした。はい、こっから9万群れでやってきたらやだね。当たった後にってことか。そう、9万が群れでやってくるって。いや、当たった後でも今からでもいいけど、100のゾーンだけどちょい強いよ。その前のプレゼンチョも強かった、うん、プレっていうか前半も。ほら、あ、よし、群れてきた、よし、いいよ、群れてきたよ。マジでクリアできる気しなくなってきたね、チャンス。すごいね、これね。これで何連続スカだ。これスカったら4、5。あ、6だよ、6だから一応7スルーでその次天井で、早い時もあるらしいから。俺1回だけ6で来たことある、明らかに天井で。うわー、はーい、いい声だ。野村2枚目、俺ら3万円目です。ただ今1458なんで、天井なんでおそらく1000円しか使わないです。1000円、追加投資が15本ってことね。さあ、1497、1498、1499。まあ結果ゲーム数の天井いっちゃいましたけど、はい、まあ、あのチャンスを引きまくりながらなのであまり気にならないです、はい。あれ、こんなパターンあるんだ、俺初めて見たよ。666、はい、あ、こういう演出ね、初めて見たよ。当たりってことですよね、つまり、うん、こういうの出たんだから革命がいいですよ ね。いや、ちょっとそれで決戦出てこられたら真偽だよ。こっからレアエクレンダいけなくもないぞ、うん、まあまあまあ、あ、6は見たね、100のくらい。6見たらあと4つだよ。あー、しょうがない、それはしょうがない。よく頑張ったよ、残念。ここに来て苦しい展開が待ってたね。朝からは考えられないわ。大絶好調だったんだけどな。パチスロット面白いね。あ、アキラ、いや、これ当たんないやつじゃん。ここのアキラどうなん。アキラってほら当たんないじゃん。ダメか。いや、当たる。チャンスゾーンがってことね。そう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 、アキラってほら今日、ね、今日期待度ゼロだから。一回クリアしたっけ。あ、したっけ、うん、確か。アキラ4回目か、すごいな。でもこれでクリアできたら追加投資は免れる、うん、V ゾロもそろそろすると思うんだよ。なんぼなんでもね。
そういう機能ついてんだからさ。あ、あ、なるほど。話をしたね。さすが。やりましたね。バルブレイブ先生。いや全然先生じゃなくなる。今瞬間で分かったってこと？そうそうそう。ああいうとこもあるんだなって。おーしゃしゃ。今目押しした風にやってみたい。ああ。休んでれば一つもないの。もうこれが嫌いなの本当に。マイレバーを無力感感じるから。よし。ああ。もうイライラする。ね、なんかわかる？実際消化してるところ本当辛いのよ。さっきもこれぐらいだったな。444。うん。しさ。あ、あってなんだよ。マジであだよねこれ、うん、なんかないかなと思って触っちゃったけどちょっとね、うん、危険信号だわ。まあまあ、あ、書くのこれ、はあ、これはさすがにいると思うけど600台か、まあ、700台の可能性もなくもないけど、まあ600台でしょう。今日雷蔵初めて、うん、雷蔵のやる気を見とう。お、ナビ出るな。あ、お、おお、やるな。見直したぞ。見直してくれた？うん、山田をね。あ、俺じゃなくて。うん、危ない。いやでも俺は決戦1回ぐらいクリアするもんだと思ってるから。お、お。さすが。さすが右でしょ、うん、右さえ行ければこっちのもんよ。あーでもね、まあまあ、そろそろ中来そうだから ね、うん、よし。 おストレートでしょ、珍しいよ。え、あと1回、あと1回。あーそうなんだ。さあ決めよう。おっ、簡単簡単簡単風でしょいやよかった、いろいろな意味でよかったよ本当に。頼むよ、おい、おいおいおい、おー、危ねー、危ないよね、危ねこれがバルブレイブの楽しさよ。別にさ、危ないとかないんだけど、うん、危ねーってなるよね。いやいや、危ないよ、うん、100人中99人危ねーって言うから。いや、言わないよ。危ねーってなってないよ、別に。思ってるよ。俺は思ってないよ。だから、それ100人に1人。いや、そんなことないよ。いやノムさんはバレブレーブ打ちあんま見たことないからだ。みんなの打ち方見たら分かるよ。そういう感じじゃないから。もう怖くて早くさっさってやってるから。だから怖いのがもう危ねえで。いや違うよ。まあいいよ。もういい。そんなこと言ってる場合じゃない。野村構ってる場合じゃない。頼むよ、おい。ここはゆっくりやるんだ、別に。ああ。まあ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 。ああ、これいるわ。あれ。ちょっと良くなったよ、これで。頼むぜ、気持ちよくクリアしてくれ。このレバー音で何も出なかったら間を置いてレア役なのよ。ああ、なるほど。だから分かるのよ。ああ、厳しいね。普通につらいわ。本当にクリアしねえでやった。あ、これやっぱ 100台だね、多分。あー、ありです、ありです、ありです。はい、ありです、ありです、ありです。すいません、ありです、ありです。たまに女の子も話しかけてくれてもいいのに、誰も話しかけてくれないよね。ね、結局男ばっかりなの。俺だから知らない人には女性ファン多いと思われてるんだけど、あ、まあ、女性のファンの方もファンというか、まあ応援してくれてる方はおられますけど、男性の方が圧倒的に多い。あ、みんなが思うほど来ねえよっていう。そう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 。よくモテるでしょうとか言われるけど、いや全然。ああこれはね、ダメと見せかけていくやつですよ。さすがに大丈夫。アキラだ。あ、アキラじゃん。しかも雪辱を晴らす時が来たぞ、ノムさんいや、さっき晴らしたよ。アキラチュワーン。ああ、一押しだもんね。一押し、うん、ノムさん、うん、今日のアキラダメかもしれない。いや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 、ああ、これだ、これやったー
あーよかったこれ、ね、なるほどね、熱くなるでしょ頼む革命で、ああよしよしよし、嬉しい嬉しい近く、まあこういうとこから行けることもあるんだよ、ここからレイアークとか連打して、でももう無理、厳しい厳しいね、あーでもここ多分いるから、あのまだね、うん、チャンスゾーン的な俺的にはアウトにすらなってない、アウトっていうか危険にすらなってないよ、これ700いってますけど600ですね、おそらく、あ悪くないな、600以上1回もいってないんだもん、あ腹立つなこのカットイン、腹立つね、腹立つしっかりマジでうわーだよ、これどうする、あ このここでやめる、あの任すよ、残り時間とか200でも300でもここでも、でもう一回当てたいっていうのは正直あるよね、ああなるほど、うん、200のとこでやめる、ちょうどいいかもね、うん、まあやめやすいっちゃやめやすい、腹立つわ悔しい、これ悔しいんですよ、なんかダサいじゃん、ダサい、ダサい、万枚出して調子乗ってその後2連敗あ、いると思うよ多分、じゃあやっぱいいね、おまあ俺らの状況的に非常に厳しいですけどやっぱいいっすよ、あまあいろいろ考えてまたこれ終わったら相談するけど、うん、まあこれ常識的に考えたら、うん、収録的にはラストチャンスです、はいはい、トゥーンで、うん、これバルブライブの中で一番嫌いです、いやみんな嫌いだよあ、そうだってあっから復活ってパターンないからね、そう今日さこれ揃わなすぎじゃない、だこのカットイン2番目に嫌いノブさん謝ってすぐ愛ゆえのね、愛ゆえの、愛ゆえのちょっと嫌いでした、いやびっくりした、あの誰も揃うと思ってなかったと思うよ視聴者も俺もノブさんも視聴者は多分ね、あのここまでのマンの外れを味わってないから、ああそっか、そうカットされてるから、ね、そうそうそう、むちゃくちゃ外してるんですよ下段に止まれ、あばけ、あぶねえ、あぶねえ、これでレイアークを重ねる、おい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 、怖っひどいなそれにしても、ああ、さあこれで4つ目、うん、頼む、はい、ないよね、でもレイアーク2個引いてるから、そうそう、かここよしよしよ よしまたレイアーク引いて、あとはライゾー、ライゾーの頑張り、あおお俺ら2人の王が共闘した、もう一個いて、あおい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 、奇跡を頼むぜ、やめろ、いいですか、引っ張ってろ、いやいやあれはいいのよ、よし、いやあながちね、あーおい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 、あ発動だ、え、ちょ待って、さっきだ、え、ちょ待って、 4×15 は、うん、60、ノブさん、いったよ、行ったよかったそう、はい、せめてリーチまでは行きたい、俺たちの金じゃん、そうだよ、ノブさんさ、うん、俺が3つ目まで追い込まれたらレバーをしてよ、ああマジ、うん、あはいはい、いやあの1個目2個目まで行ってれば別だけど、うん、最後の3つ目、そう、もう音鳴った、鳴ってないか、うん、いやノブさんの手を借りない、借りない、ちょっと待って、いや気合い入れてなかったの俺も、ノブさんいきなり出番はい、いや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 、心の準備、俺初の革命、はい、ノブラ来ましたよ、革命レバー、レアーク引けばいいんだよ、どういナイスノブラナイスノブラありがとう、いやまだまだまだね、そうそうそう、まだまだまだたった1回1個クリアしただけだから、ふぅまだでも自分でやった感はまだないな、いやでもしびれたね、しびれた、だってどうせ無理だと思ってたんですよ、いや思ってた思ってた、みんな無理だと思ってたよ、よかったよかった、
もし野村がその能力があるんだったら俺たち無敵だぜ3ゲーム目の野村まだ可能性はあるよ、うんうん、ね、もしかしたらね、うん、1の1で陣地を超えた力があるかもしれないもんねバルブレイブの3ゲーム目で異常に強いっていう、せめて標準は 100% であってくれ。あ、でもそれだと超無限に出る。いやいや、ここだけでいいよ。あ、そう、超はめちゃくちゃしな 勝つしなきゃいけないじゃん。ちょっと今余計なこと言わないでよ、なんか盛り上げようとしてる、はい、はい、もう来た。いや別に失敗してもいいよ、しょうがないから、俺そういうの気にしないから。いやいや、ただノムさん的には満足でしょ。いや俺だってそうだよ、本当は。これ吸い固めるわ。おお、トムさんやってる。トムさんいけるかもしれないぞなんだこれは。ふう、盛り上がってきたぜ。3回目でも俺、はい、今現実的にどういう抽選か本当は分かんないんだけど、うんうん、俺何の役にも立ってないでもノムさんの手煩わせない。俺はいけっていけいけ。あー、なんで俺は行っていいだろう。よーしよーし、やったー。まあ超は俺に任せてよ、はい、超やって呼ばれてるから超や超やし。あ、そっちか。こっからはノムさん俺に任せろ。俺 90% 得意だから。じゃあ俺違和感見つけるわ。ノムさんやる？やらない？やれないやれない。いくよ。うっそ。ねー、ちょっと遅かったよ今。怖すぎるだろバカ。だったよ。あ、1000枚超えました。あっという間に。ああ、よく超えたな。たまには楽させて。楽させて。これもったいないんだよね、この共通ベルね。あ、本当だね。ここは弱いのよ。最後だよ。おーい、うわー、今日はそういう日か。八で全然伸びねえな。まあでもほら、梅や引き戻しんだから俺なんかさ、前のコメントでさ、引き戻し残してやめてんだろって書かれてたでしょ。え、嘘。あの66ぴったりはまだ光ってるのよ。で1ゲームで消えるのよ。そういうことね。ついてるから引き戻しまだ残ってんじゃないのってコメントがついたんだけど、あ、そうだ、ちゃんと数えてますから。はいはいはい。そんなミス犯すわけないでしょこんな怖い台打ってんだから。なんだったらよくもう1ゲーム怖くて回しちゃうぐらいだもんブーストチャンス引き戻し。見せるね。17ゲーム引き戻し。見せますね。結構ね、引き戻し、うん、そのまま終わりもよくあるじゃないですか。あ、それやってないから、うん、今日はやってない。やってないから。あれ、違和感。仕事しろ違和感。仕事しないよ。おいおい、よかったよかった。それ10連、今日最高連チャンですね。いや、うん、はい、20連で、まあ、デホ画面ですね。来たわ、やっぱ20連しますね。するんだよ。野村と梅谷とバルブレイバー20連しますよ、うん、今日はだいぶ時間かかりましたけど。世が世なら焦点だよ、うん、焦点なんかで上だから一生すんの俺だから北斗で連チャンしないのも、うん、いやこっちですすればいいやっていつも思ってる、うん、大丈夫、それはできてるよ、うん、どっちもしてもいいんですけど、ね、それは乗り立ってから、うん、何回も言うなんでだよ、別に可能だろもう無理なんだよ。もう無理なの。もう無理。俺の北斗はもう取り返せないの。もう無理だよ。北斗打つために焦点とかないのこれから。どんどん欠損が出てきた。さあ行くぞ。さあ来い。20とは言ったけど別に、ま、あ、今ボタン音なかったね、うん、ちょっとドライブしないね。やっぱ有利感切るまでは無理かもしれない、うん、20連しようが30連しようが一発目だろうがいつも 90% だから、お、だいたい続くのよ。だいたい続く。いいこと見た。え、見てなかった。 V って出てたから。いいね。はい、いや、クソ嬉しいな
どっちが嬉しいと思う、俺と梅谷と。いや同じだよ、同じか、俺たち同じだもん同じだ、年も同じだし、そう、年収が違うだけだ、そう、そういうこと言わないいくよよーし、よしよしよし、乗ってます。ちょっとドライブに関してはあれですけど、継続は乗ってます。乗ってる乗ってる。今日あんまり楽してくんないな、うん、させてくんない、あのレイアイクっていうさ、全然ね、うん、左リールでチェリーが止まってホーみたいなのもないしさうわ、多分第1ボタン、あれ、あー来たかー、まあ十分頑張ってくれたけど、まあまあまあ、まあ、これも俺勘違いしてるけど、色濃いやつがこう設定したね。そうなんだ、俺あのこれだけでそうだと勘違いしてた。あでもそんなの参考に押し引きしたことないから問題ないと思ってたけど、うん、動画ではダメだったね。確かに、はい、25連、はい、2356枚、まあ25連にしてはかなり少ないですね、やっぱりですね、うん、いやまあまあまあ、もう終わっても、まあまあ、終わってもいいけどプラスだからね、うん、まあ、どうせ引きだから今いい状態で。そうだね、あの、まあ、終わっても負けはないし、うん、続けばもちろん楽しいし、でやめやすさから言うとかなりやめやすい、結局6はないだろうって一応言えるから、うん、いくらなんでもドライブゼロだからさ、あと3ゲームです。だからここで来るのが一番心臓に悪いよね。ああ、あと少しですって言ったのね。もう次ゲームです。さあ長かった戦いも次ゲームで終わるかもしれません。なんといきますよ。あ、おいおい、はい、終わりです。はい、あのここ光ってるんで引き戻しがまだあると思いの方、うん、今76になってるじゃないですか、はいはい、途中で10ゲーム達してるんで今66ジャストなんですよ、うん、でここで押して離した時点でいかない時点でもいかないんで、はい、ここでやめて OK です。はい、はい、ということで終わりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー真っ暗ですね。真っ暗ですね。先月万枚出した時はもっと早かったけど、そうだね明るかったもんね、うん、ま、全然、はい、やっぱあの時より疲れたし、いやあの時より暑くなりましたよ、うん、僕は。いや本当に汗かいた。まあ結構やっぱり僕、うん、パチスロの動画に多分ねスカパー時代も合わせればもう何百本と出てると思うんですけれども、はいはいはい、ナンバーワンとは言わないですよ、うん、でもベスト10に入るぐらいドラマティックだと思いますそんなに出た枚数もしょぼいし、バルブレイブの動画としては大したことないかもしれないですけれども、いやいやいや、うん、ね、前々回のまま出た時は大山の奇跡と言ってましたけれども、うん、はいはい、これも大山の奇跡と言っていいような実戦だったと思います大山の逆転劇ね、はい、逆転劇素晴らしかったで、まあ、我々の投資が、はい、トータル3万7000円です、はい、で、交換するのが4万4000円ということで7000円プラスです。やったぜ。でじゃあもう精算しちゃいますか。ノムさんが2万使ってるんでしょ、はい、だから2万3500円渡せばいいんで、はい、ちょっと2万まず3000円で、はい、僕の財布から500円と、はい、勝ち額は非常にしょぼいですよ。いや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 、しょぼいんですけど、いろいろでかいよこれは。いやいや、だってだ誰しもが諦めてましたから本当にいや多分ねあんま伝わらないと思うんですけど、うん、まあそのどうするといつやめるっていう、うん、で話をして、時間と、そう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 、あとまあ展開とで最後のチャンスゾーンでね、まさかあの V が揃ってであのね残り10まで400枚ぐらいしかなかった革命がまさかのたどり着いて、みんなの頑張りでそしてまあ普段からやってそうなもんなのにやらなかった AT のね大事なところをノムさんが叩くっていうので2回クリアしましたからね謎のね、しびれた、しびれました。いやいやいや、はい、だからちょっとバルブレイブまだ初心者だけど、はい、ちょっとねやっぱり他の機種と比べて、はい、あの疲労度がすごいから、そうだ、疲労度ってことは熱くなってるのがこれなんですよ。僕ねパチスロにあんまり熱くならないタイプなんですけど、はい、バルブレイブだけはね本気で熱くなっちゃうんで、といったところでまあね、やめるやめないの話の時に2人ですごい言ってたのは、はい、万枚出して2連敗クソダサいなと、はい、油断してちょっと勝ったからで調子乗って2連敗してやんのっていうのだけは避けました。なので、うん、まあ、次回から、はい、まあまあ、バルブレイブ打つこともあるかもしれませんけれども、うんうん、それ以外ももちろん視野に入れて、はい、まあ、一つ勝っていきたいと思ってますので、はい、また見ていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてね、今回我々本当にギリギリの勝負を制した感じがするんで、はい、それに免じて高評価なんかもいただけたらと思います。ありがとうございました。さよなら。いや疲れたな。